ちは、歴史じいじです。ちょっと変わった街歩きを紹介しています。今回は清水寺の正しい参拝方法ということで清水寺にやってきました。さて、清水寺の正しい参拝と言いましたが、正しいというとちょっと語弊があるかもしれません。本来のと言った方がいいでしょう。本来の清水寺の参拝ルートは松原橋から歩き始めるのが正しいルートになっていました。平安時代の良人秘書、それから戦国時代の清水寺参詣曼荼羅など、これらはすべて松原橋から歩き始めるルートになっています。というわけで松原橋にやってきました。橋のたもとの駒札によると、ここはもともと五条橋でしたが、豊臣秀吉が六条通りに橋を架け、それを五条橋と称したために、この地の橋は五条橋から松原橋になったという。ですから牛若丸と弁慶が決闘したという京の五条の橋の上はここだったわけです。さらに清水寺の参詣ルートでしたので、清水橋とも呼ばれていたそうです。では渡っていきましょう。さて、この鴨川、今は100メートルほどの川幅ですが、江戸時代に埋め立てられるまでは300メートルほどの広い河原がありました。当時の河原の東端まで行ってみますね。この辺りで河原が終わって弓矢町が始まります。清水寺参詣曼荼羅によると、ここに長宗堂という来社の保護施設がありました。しかもよく見ると、長宗堂の左端では来社が2人通りに面して座っていて、清水寺に参詣する人たちとの交流もあったようです。一般に来廟というと世間から隔離されたイメージですが、ここ清水坂は全くそんなことはなく、開放的な存在だったようです。大和王子との交差点にやってきました。ここにお地蔵さんがあるのですが、その囲いに西弓矢町と書かれています。ここは弓矢町、かつて弓矢を作る職人さんが住んでいたと言われているところです。ところで弓矢を作るには革加工の技術が必要です。今と違って昔は動物を殺して革細工を作れるのは避妊と呼ばれた人たちだけでした。ここは避妊の住むエリアだったのです。右側に路地が見えます。入っていきましょう。ここも弓矢薬師工事、弓矢という地名です。さて、彼ら避妊は清水寺の保護下に置かれていたので、清水坂避妊とか清水坂下の者などと呼ばれていました。そして清水寺の指示によって、葬儀に関する仕事や来病患者を収容する仕事をしていたようです。お、お地蔵さんがあります。拝んでいきましょう。拝み終わりました。ところで後ろを見ると、大きな擁壁、2メートルほどの段差でしょうか。ここが坂の町だったということがよくわかりますね。では元の道に戻りましょう。ここで一つまとめると、彼ら避妊は清水寺によって安定的な収入を得ていたと言えるわけです。それどころか清水寺は葬儀に関する仕事の一切の独占権を彼らに与えていた。つまり避妊という弱者の生活の保障までしていたと言えるわけです。さて、今度はこちら側をよく見ると、おたぎ念仏寺元地という石柱があります。ここは実はおたぎ念仏寺があったところです。今は嵯峨野にあるおたぎ念仏寺ですが、大正時代に移転するまではここにありました。この辺り一帯です。ちょっと入っていきましょう。弓矢町に住む坂の者にとって、おたぎ念仏寺は大事なお寺でした。彼らは正月2日にこの寺に集まり、酒宴を行い、
さらに本堂にて太鼓を鳴らしてほら貝を吹いて悪鬼を払ったということだそうです。やがて正面におたぎ観音堂が見えてきました。おたぎ念仏寺の唯一の痕跡です。実は嵯峨野に行ったおたぎ念仏寺の観音様が密かにここに残されていたのです。非公開の秘仏ですが、私は所有者の承諾を得て拝ませていただくことができました。とても優しいお顔立ちの観音様でした。その東側に町会所の旧泉閣という建物があります。昭和初期に建てられた見事な町屋建築で、祇園祭りの際は武具が飾られます。実は清水坂秘人は祇園祭りと深い関わりがあって、鉾巡行の際に犬死人として警護をする役割がありました。悪鬼を払う力があると信じられていたからです。恐れ敬われていたとも言えます。清水坂に出てきました。するとここに不思議茶屋バラライカと書かれた路地、何でしょうか。入り口のすぐ左側には京都市の広報板、その一番下に東山区松原通り大和王子東入る弓矢町、やはり弓矢町ですね。ではちょっと入ってみましょう。ところで皆さん、こうした路地を入るときは音を立てずに静かに歩くようにしましょう。もちろん私もそうしています。すると奥にお地蔵さんが見えてきました。あれが北向かい地蔵ですね。ちょっと拝んでおきましょう。拝み終わりました。ここで注目したいのは後ろの段差、約1メートルほどあるでしょうか。やはりここはまだ坂の町でした。ではまた清水坂に戻っていきましょう。六道の辻にやってきました。この辺りから六道鎮王寺にかけての一帯が六道の辻と呼ばれていたところで、この世とあの世との境目でした。清水寺の本来の参拝ルートはこの世とあの世の境目を歩くという意味もあるのです。さてここに西福寺というお寺があります。空海の創建と伝えられる由緒ある古刹で、ここに平安時代の壇林弘法を書いたと言われる不相図があるという。不相図とは死体が朽ち果てていく経過を9段階に分けて書いた仏教絵画のこと。あの世の入り口と言われる六道の辻にふさわしいですね。ではお参りしていきましょう。さて西福寺の角の道を歩いていくと有名な六波羅蜜寺にやってきます。もともとこの辺りは平氏一門が屋敷を構えていたところでした。平氏滅亡後は六波羅探題が置かれて、鎌倉幕府の京都における拠点になりました。いずれにしろ戦乱の絶えない血生臭いところでした。その跡地にできたのが六波羅蜜寺、こちらが本堂ですね。ちょっと拝んでいきます。中にはこの有名な空也上人像が置かれていました。空也が南無阿弥陀仏と唱えると口から6体の仏様が出てきた、そんなありがたいお姿です。六道の辻には有名な幽霊子育て飴のお店もあります。450年以上続く老舗です。その由来は戦国時代のこと、死んでしまった母親が子育てのために
幽霊となって夜な夜な飴を買いに来たという。素朴で優しい味の飴です。清水坂を進んでいくと、右側の京都市広報板に地名として東山区六路町、六路というと陶芸家の使う六路ですが、実は江戸時代まではドクロ町だったそうです。ドクロだとあまりにも不気味だというので六路町に変わったという言い伝えがあります。実はこの辺りはドクロがゴロゴロしていたからとも言われています。六道珍王寺にやってきました。この世とあの世の境目、六道の辻にあるお寺です。入り口に六道の辻と書かれた大きな石碑、お盆に先祖の霊をお迎えする六道参りで有名なお寺です。また閻魔大王の名館、小野高村卿の旧跡でもあります。では入っていきましょう。こちらが閻魔大王と小野高村卿を祀ってあるお堂です。ちょっと拝んできますね。小野高村卿がこの世とあの世を行き来していたという井戸があります。よみがえりの井戸、横の格子戸から覗くことができます。ちょっとよくわからないので写真で見ておくことにします。こちらがよみがえりの井戸。最後は賽の河原。では清水坂に戻りましょう。東王子通りにやってきました。かつては東山通りとも呼ばれて市電が通っていた大きな通りです。そこを越えてさらに東側へ進むと古い道標が現れました。清水寺へ四丁と書かれています。この辺りから先が清水四丁目で、かつて神護寺というお寺がありました。今はもうなくなりましたが、その神護寺も来社の救済施設だったそうです。先に見た長宗堂も含めて、まさに清水坂は来社救済の道でした。ここで五条坂との三叉路に到達しました。この角に三姉坂があります。ちょっと行ってみましょう。三年坂と書かれることもありますが、正しくは三姉坂。光明皇后が清水寺の小安観音に祈願したところ、安産にて誕生したことからその名が付けられました。ちなみにここで転ぶと3年以内に死ぬとの言い伝えもあり、いかにも後付けっぽいのですが、すでに江戸時代には伝えられていたそうです。いずれにしろこの辺りは生と死にまつわる伝承が満ち溢れていたということは言えるでしょう。では清水坂に戻ります。この三姉坂との角に来郷院教覚堂、こちらは成就院の塔頭だそうです。続いて右側に現れたこの路地の奥に五竜閣があります。行ってみましょう。こちらが登録有形文化財の五竜閣。大正10年に建てられた和洋折衷様式の洋館です。設計はあの武田五一。実は大正時代に竹久夢二がこの近所に住んでいて、五竜閣のオーナーと親交があったため、長い間夢二カフェとして活用されてきました。清水坂に戻るとすぐ左側に新福寺大日堂、東日本大震災の際に流れ着いた陸前高田の松の流木を使って彫られた大日如来像が祀られています。今度は宝徳寺、安土桃山時代創建の古刹です。
清水坂は気をつけながら歩くと由緒ある古刹が次々と現れるので、一軒一軒手を合わせながら登っていきたいですね。ついに清水寺の仁王門にやってきました。この右側に小安島跡と書かれた石柱があります。もともと清水寺の小安島はここにありました。江戸時代に書かれた小安観音演技によると、小安島の浴室を訪れた来者の体を光明皇后が洗ってあげたところ、仏の姿に変身したという伝説があります。小安島もやはり来者の救済施設だったのでしょう。これまでに見た長宗堂や神護寺、そしてこの先の音羽の滝まで含めて考えると、清水寺への道はまさに来者、すなわち社会的弱者を救済するための道だったと言えるでしょう。もう一つ、小安島伝説で感じたのは仏の姿に生まれ変わったということ。先の三寧坂でも子供が生まれたという伝承があり、どうやら清水寺に近づいてくると性に関する伝承が増えてきたようです。この道の途中までは死者がどうのとか、ドクロがどうのとか、死に関する伝承ばかりでした。それが清水寺に近づいてくると、死から再生へ世界が変わったと言えそうです。では清水の舞台へ進みましょう。ここで観音様にお参りしてから音羽の滝へ向かいます。ついに最終到達地点、音羽の滝にやってきました。こちらが音羽の滝です。この滝の水によって雷病が治癒するという伝承があります。今まで見てきましたね、長宗堂、雷社の保護施設、それから神護寺の雷社の救済施設、そして小安島の浴室で雷社の体を洗ってあげたら仏様になったという伝承、そして最終到達地点はついにこの滝の水で雷病が治癒する。どうでしょう、清水寺というのが雷社や避妊といった社会的弱者を救済する施設だったということがよく分かったと思います。皆さんいかがでしたか。清水寺というのが来者や避妊といった社会的弱者を救済するお寺、歴史上黙殺されてきたような弱者を救済するお寺だったということがよくわかったと思います。皆さん一度は清水寺に来たことがあると思います。でもぜひそういったことを頭に入れて、もう一度清水寺を訪ねてみませんか。社会的弱者を救済するお寺ということを頭に入れてお参りすると、また違った形で清水寺が見えてくると思います。今日はどうもありがとうございました。墓地の向こうに夕日が沈む。ここは地獄か極楽か。京都の三大草創地を訪ねる三部作を3回に分けてお届けします。お楽しみに。今日は長時間のご視聴ありがとうございました。歴史じいじの街歩きに興味のある方はいいねボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。